したじゃない。ハンカチのつるさえ飛ばせなかったじゃない。なのにあいつの相手だなんてできるはずがない。はい、種も仕掛けもなかったら絶対無理だと思います。でも私さっき気づいたんです。自分の中にその種が植え付けられていたことに。種？私が寄った雲打ちは矛先の椿で作られています。そして矛先の椿は安姫様がマタムを封じ込めるために植え、自分の力を分け与えた木。私が雲打ちに寄った時に中に封じられていたのが少しついてきちゃったんですよね。そんな笑い事じゃ。笑い事じゃありません。実はすごくピンチです。でもピンチをチャンスに変えられるんです。やるの？やります。私のできる範囲ってまだまだあったみたいですから。私の力を吸って育って。何？お力ふふ。休み。大丈夫。いつもの立ちくらみみたいなものです。大丈夫。苦しいのには慣れてるから。私だったら耐えられる。バカな。これが剣と同じあの力なら人間不全に耐えられるはずがない。耐えられなくてもいいんです。最初の呼び水さえ入れてしまえばあとは。ここはネカタの祭殿ですから。代々溜め込んできた力を吸い寄ったか。体は牛、頭は虎。牛と虎の姿は合わせ持つ獣。わしは初めて見るが、そいつが和田摘みの水地の民が操る災いか。
おじごから聞いたことがある。バカ者が、何の修行も積んでおらぬお主がそれを操れるとでも思ったか。そんなこと思ってません。アホーメガ、ならば主であるお主らだけにはそれが牙を向かぬとでも考えたか。そんなこと知りません。では間抜けだ、何の策もなく呼び出したか。間抜けじゃないです。ちゃんと策なら考えました。ほう、翔子先輩、体の方をお願いします。休み、ちょっと休み。なるほどな、先ほどわしにしたようにそやつについて操るつもりか。やめておけやめておけ、そやつが剣と同じならむき出しの魂で触れるなど狂気の沙汰よ。そこへと至る早道よ。お主としての全てを喰らわれ狂うぞ。あなたが私も先輩も殺す気なら、先輩だけでも助かるなら。魂までもが奴に飲まれて奴の一部となるのだぞ。休み、やめて。やめません。顔を返して組み合っただけでわしにもこうまで及ぶのか。そこまで力を飲み込んで己の色に染め抜いたのか。ち、さすがに地の利は敵にありか。剣には遠く及ばんもののせせこましい儀式の繰り返しでここまで力をため込むと。なるほど、これを飽きずに続ければやがてはほんのわずかであれ剣並みの力を。ともすれば門も開ききるやもしれんか。これはわしも兜の尾を締め直さねばならんか。鬼若よ、我と腹からの力を授けし最も強き式神よ。素人が使う力押しだけの式神などねじくれた角をためひねりつぶしてやるがよい。住吉明神がしたようにその角を持って投げ倒すがよい。どうした娘、根源たる力に近き災いを刺激してなおわしの鬼若をせんか。そのままではわしの鬼若に負ける前にお主が災いに食われておしまいだぞ。休み、あ、
そうだ、血を。私の傷から血を飲んで。休み。ほら、ちょっと口開いて。もっと私をあげるから。翔子先輩。届いた。先輩。私も約束は守るから。私にできる限りのことはさせてもらうから。まだ力がいるでしょう。翔子先輩をもっとください。急に力が。翔子先輩が私を助けてくれるから、私に力をくれるから、これでもう少し、もう少しだけこの子を強くしても耐えられます。鬼若が鬼若を喰らうのか。使われる存在であるシキは純粋な力に近い鬼は私よりマダムに飲み込まれやすいですよ。
なたの式神はすでに半分以上この子に飲まれてしまったから、もう離れられません。終わりました。食われたのか。来い、いるよ、オニワカ。これで少し私たちが有利になったと思うんですけど、まだやりますか？やると言わねばならぬだろうな。わしは琥珀、剣を竜宮に持ち込んだ張本人だ。今のお主たちは剣同様に危険だ。どうしても？くどいぞ。どうやらお主ら以外のバカ者が外におったらしい。先ほどまで隙間程度にしか開いておらんかった門が半開きにまでされおった。外に通じるこの水路のこの輝きこそその証。ついておるお主にならわかるだろうが、それは恐ろしいものだろう。門の向こう側にはな、そいつの親玉とでも言うべき、目にしただけで気が触れるようなものが封印されておる。まったくもってぬかったわ。こなたの真の祭殿が本命と踏んでおったが、剣は向こうに行ったか。その挙句がお庭かを失うだと、これはとんだお笑い草だ。行かねばな。開きかけた門を閉ざしに行く。その間にお主らが何をしようが、どこへ行こうが、わしは一向に構わん。好きにするがよい。ただしだ、娘、それはしまって二度とは出すな。出したとわしに知れたなら、どこにいようがいかなる時も命を心配することになる。見逃してくれるの？大事の前の障子だ。
では。ダメです。休み、ダメ、もうダメなんです。先輩、私もうダメです。なんだと？さっきの光で、今もですけど、くっついて溶け合って離れられなくなっちゃいました。だからこれしまうの無理なんです。混沌に食われたか？多分何かいろいろなことが私の中からなくなっちゃったみたいで。なくなってはいないのかな、違うものになっちゃったのかな。娘、いや、休みと言ったか？はい。わしはすぐに行かねばならんし、大したこともしてやれん。はい。まだ大切なことは覚えているか？お母さん、ナミちゃん、葵先生、綾代先輩、ももちゃん、それから翔子先輩。翔子先輩のことは、翔子先輩との思い出はまだちゃんと思い出せますよ。お主はそれを守りたいか？私は全てを失っても、先輩が助かるなら失ってもいいって。でも、いや、嫌だ、私なくしたくない、忘れたくない、わからなくなりたくない。休み。ならば休みよ。わしに切られろ。わしの技、ホエマルをもってすれば、お主をそいつから切り離すことならできる。休みは？期待するな。わしにできることは切り離すことだけだ。あらかたを食い散らかされたあのありさまでは、たとえ体が残っていても元に戻るのは無理じゃろうな。それなら私が血をあげれば。魂までをも食われてなければ、あるいはな。しかし諦めろ。そんな。休み、わしには時間がない。そしてお主にも時間がない。はい。どんどん私が私じゃなくなっていくのが。門を閉ざさぬ限りはな。さあ、では行くぞ。南無八幡大菩薩。願わくばこの人たちにて、もろもろの悪しき神とその神通力をば断ち切らせたまえ。痛みがないなんて嘘じゃない。
たり前だ、このバカ者が。お主を斬ろうと振った太刀ではない。先輩、なんで。だって私、やっぱり休みが切られるところなんて見たくないから。休みの体は向こうにあるけど、休みの心はこっちなんでしょ。翔子先輩、すごい血、これ全部あげるから。休み頑張って。嫌です、先輩がいないと頑張れます。ほら、そんな聞き分けのないこと言わないの。もしかして休み甘えてる。甘えさせてください。まったく仕方ないわね。私がまたさっきみたいに飲ませて。先輩、設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブできた。青い城。